原始的な性欲だけが炊け炊けし、人類どもは嫉妬というエホバを唯一神とみなし、2000年の長きにわたって世界を支配し続けてきた。死の恐怖だけに駆り立てられ、復活の望みもなく、ちっぽけな命を世界資本に還元するまで、奴らも何億と胸を出して死んでもうごめき回り続ける。もっともこの点はわしらの大企業も同じになってしまった。ユダヤ人とも涙を染み込ませる土地をこの星に持っていない。だから人間じゃない、血の染み込む家もないのです。だが奴らはこの白いスクリーンの後ろにいて、決して表には出てこない。コンピューターサウンドかなんかでべちゃくちゃ喋りながら、いつの間にか今こうして我らを見ている。そこらの連中、あのどう猛な日本人どもの衣食住セックス、心まで支配し操って苦しい。アメリカ、中国、ソビエットを操っているのは我らではなくユダヤ人かもしれません。やつらが側近であれば、地球上まで自分の子供のための中庭ぐらいにしか考えていないのだ。全体を一個の家と呼び、この美しい地球をいつ原爆で焼けただれた石ころだらけにするとも限らない。そしてその焼けただれた石ころを買い集めてきては、世界中マーケットにしながら、美味しそうなパンに見せかけて売りさばき始めるのだ。だからセブンイレブンなどはもうあちこちで流行っている。そこで働くあの人間そっくりの猿たちは、まあそのまずいパンを、石のパンをみんなで奪い合いしながら食っているんだ。なのに日本の連中は未だ自己の子孫繁栄ぐらいで気を中としている。いかがしい政治家どもは、せいぜい子飼いの樽を痛めつけて留飲を晴らすだけだ。歴史の仕組みも、神羅の持つ大いなるまほろばの未来をも考えようとはしない。あまつさえ神羅を核も暗き地下室に監禁し、新しい万世一系の生物を作り直すなどと言って、染色体変換の実験までしてきた。おかげでわしの大脳はすっかり狂ってしまった。厚生省、文部省、科学技術庁、文化庁、宮内庁、防衛庁、皆バカと怠け者の集まりですから、くだらない闇を作り出し、その中へしけ込もうというのです。陛下、息子よ、そのうち朕自身が生命体を作り出す暗号になって、皆々の血や血液や卵子の中に入っていき、この国の生死そのもの、生命そのものの源から作り直してやろうと思うのだ。素晴らしいアイデアだろう。だから息子よ、お前に一つお願いがある。お前は生物学者になっていてほしい。そして生命そのものの仕組みをよくよく研究しておいておくれ。いいね、なんという優れた大いなるプランが嬉しくなってきた。あ、というのは、チンは命のパンになりたい。だが日本民族めらはまだチンが生臭い肉のうちからみんなで引き裂き、1億1000万はチンをチンに引き裂き食っちまったんだ。だからここにいるわしは本当のチンではない。単なる俳優か武道か風情に過ぎない。空っぽの肉体だ、器官なき肉体だ。本当のチンは今この日本民族のあのいかがわしい肉体の闇の中で生きている。その中でチンは未来永劫生きし、呼吸し、脈打っていかなければならぬ。だから醜い政治家ども、あの悪徳の枕辺に立って、毎晩悪夢になって襲いかかってやっている、苦しませてやっている。だが心身にしている子供たちがいれば、えも言えぬ我らがまほろばの永久の命へといざなってやる。素晴らしい心のサービス業に我は勤しみ続けている。息子よ、我らがまほろばの永久の命を今お前に与えよう。こうしてチンラは幼子から幼子へ、さらにその幼子へと心のサービス業を分配し、配り永久の命を与えている。母さん
僕水になりたい。そして母さん僕父さんの涙になって父さんを慰めてあげたい。そしてきっと父さんは人間になれるよ。母さん僕天皇になんかならない。軍事と資本とセックスを操る神様になるなんてそこいらのそこいらのサラブにやられたくない。お前呼んだか。いいえ、呼んだりなんか僕はしません。息子よ、息子よ、私を殺そうとしている海逆事件の人々や過激派の連中をいじめたり迫害したり取り押さえて死刑にしたりしないようによくよく国民政府に言って聞かせなさい。私はお前の父として平和憲法なる万民平等の思想を高く評価しているし、自らそれを行いたい。だからこうして現れた。僕は夢を見ているのか。さっきもそうだ。今まだこうして息子よ、私を呼んだかい。母さん、あなたを呼んだりなんかしてませんよ。この私の考えは私が死んだ後お前が実現するだろう。わしは水になって世界中の人々の肉体の中に入っていって涙になっていよう。お前の仕事がうまくいくようにその準備をしておくからね。わしは素晴らしい考えを持ったがゆえに国民から気違いにされてしまった。カムヤマトの天皇だ。夢忘れたり臆病になって知らぬふりをしてはいかん。わしの代わりに復讐を遂げておくれ。わしはお前を待っている。やがて我が家から勝ち現れてくるでしょう。素晴らしい平和憲法という世界を包む平和なゆりかごの中で一人の幼子となって私はよみがえる。知れずと知られようとその日を新しくこの後生まれてくる人間たちの体の中に待っていよう。さあ高い高いしてあげよう。こうして高い高いすると軽い沢の山並みを越えて世界の構造がよく見えるだろう。息子よ、生きているのか死んでいるのかもうわからない。だが今聞いたことは確かに俺自身の運命だ。母さん、母さんには見えないでしょうね。僕の心臓を締め付けてくるしなやかで力のある2本の手、そして真実しか歌わない弱々しくも美しい金色に輝くあの唇が告げる未来の世界国家を、母さんは父さんとベッドを共にしていてもわからないでいる。